またしても墓穴墓穴。ま、ここから俺がいくら言い訳したところで誰も信じてくれないだろうから、もういいや、諦めることにするよ。諦めるということはもう決まりということか。そうなるともう投票タイム地味にはいいんだ。最初からオーマが犯人なのは分かりきってるんだし。ただ投票タイムの前にこれだけはオーマに言っておくけど、いくらあんたが首謀者だからってルール違反して逃げるなんて許されないからね。それは殺し合いゲームを作った江ノ島純子への冒涜にもなるんだ。あんたが大好きな江ノ島純子へのね。江ノ島？とにかく投票タイムじゃな、大間の気が変わらんうちに。ちょっと待って、いくらなんでもおかしいよ。容疑者が遅れて現れてすぐに罪を認めて終わりなんて、そんなのゲームにすらなってない。大間くんやモノクマ、江ノ島純子がこだわっていたゲームにすらなってない。首謀者自身がゲームに飽きたってことでしょ。それも絶望の残党らしいと思う。いや、飽きているならわざわざあんな映像を撮影したりはしないし、それに本当に飽きているならこの学級裁判自体を始める必要がなかったはずだ。やっぱり何か不自然だ。せめてもう少し様子を見た方がいいと思う。きっと大間くんには何か企みがあるんだ。彼は僕らを罠にかけようとしているのかもしれない。なんで大間が犯人じゃないってこと？だったら私たちの中に犯人がいるっていうの？確かに大間くんじゃないとすると、犯人は僕らの中の誰かということになりますか。うちらの中にちゃんと、そんなのありえないよ。僕はそこまで言ってない。ただ彼の言うことを簡単に信じるのは危険。ねしし、ザイハちゃんは疑り深いね。でもザイハちゃんの言う通りなのでした。実は俺は犯人じゃないのです。な、何を言っているんですか。さっきと言っていることが違うじゃないですか。うん、さっきのは嘘だからね。ごめんね、また嘘をついちゃった。今回の真犯人は偽装がお粗末だったから、ちょっと手伝ってあげようと思ってさ。それで俺があの映像で犯人を装ってみたんだよ。その方がゲームが盛り上がるからね。それ本気で言ってるの？何が本当で何が嘘なんだ。うちは混乱してきたぞ。大丈夫だよ、犯人は大間で間違いないから。あいつが桃田を殺した、いくらごまかそうとしたって無駄なんだよ。さっきの映像がそれを物語ってる。それ以外の選択肢なんて絶対に。犯人は王まで間違いないよ。さっきの映像を見たでしょ。桃田がプレスして殺された瞬間のあの黒映像かな。あんな犯行が可能なの、桃田君と一緒に格納庫にいた人物です。そんなの王ましかいないじゃん。じゃあやっぱり犯人は殺し合いの首謀者でもない王ま。あいつが桃田を殺したんだよ。犯人は王まで間違い
ってないよ。さっきの映像を見たでしょ。桃田がプレスして殺された瞬間の。これで真実を暴く。やっぱり僕には信じられない。本当にさっきの映像は本物なの？桃田君がプレスで殺されたって、そう見せかけているだけかもしれない。当たり前だ。宇宙に轟く桃田カイトがそんな簡単に死ぬわけねえだろう。展開だったらよかったな。残念だったね。さっきも言ったけど、あの映像は編集一切なし、完璧に目の前の出来事を記録してるんだよ。だから桃田ちゃんは潰されちゃってるんだよ。バッキバキのぐっちゃぐちゃにね。凹凸物だから我慢して。でも大間くんは嘘が得意で、そして何より絶望の残党なんだ。だからあの映像には裏がある。あれは死体映像なんかじゃない。桃田くんが潰されたように見せかけた生体映像なんだよ。生体映像、生体。信じられない気持ちもわかるよ。あの桃田ちゃんが苦虫を噛みつぶしたような顔で、噛みつぶされた苦虫のように殺されたんだもんね。そんな嘘は通用しないよ。いや、西原ちゃんが言ってるのは嘘ですらない。ただの願望だね。決まりなんだよ。自分から証拠を持ってきて犯行まで認めているんだしさ。そんなのおかしいよ。いくら大間くんでもそんな意味のないことはしない。意味とか私たちの常識なんて通用するのかな。絶望の残党にさ。あ、ヒットです。ヒットしました。西原君、重要な情報がヒットしましたよ。ヒット。さっきの生体という言葉が気になって、それを検索ワードに僕のメモリを検索したんです。そうしたら一件ヒットしたんですよ。つまり何か思い出したってこと？で、そのヒットした情報って？はい、生体に反応するセンサーです。プレスキを調べた時に見つけましたよね。このセンサーの存在によって、さっきの議論の前提が覆ってしまうんです。そうか、安全装置だね。あれがあるから、プレス機で桃田くんを殺すのは無理なんだ。安全